レオン・ハスラムは、イギリスのオートバイレーサー。イングランド・ダービーシャーのスモーリー出身。1980年代にロードレースで活躍した、ロケットロンことロン・ハスラムを父に持ち、ポケットロケットの異名を持つ。2013年2014年鈴鹿8時間耐久ロードレース、優勝赤ん坊の頃から、母と共に父ロンに帯同して、サーキットを渡り歩き。 オートバイレースに慣れ親しんでいった。1995年と1996年には、モトクロスのイギリス国内、ユースチャンピオンとなり、1997年には、スクルーターの国内選手権でチャンピオンとなった。1998年には、イギリスロードレース選手権 125cc クラスで、シリーズ7位を記録し、MCN ヤングライダーオブザイヤーに選ばれた。 またこの年のイギリス GP125cc クラスにワイルドカード参戦し17位でグランプリデビューを果たした。イギリス選手権 125cc クラス2年目となった1999年にはシリーズ5位を記録、またスペイン選手権にも参戦しそちらではシリーズ4位となった。2 0 0 0年シーズン、ハスラムはイタルジェットのマシンを買って ロードレース世界選手権 125cc クラスにフル参戦デビューを果たした。しかし、準備不足のマシーンは戦闘力に欠け、ポイント獲得はウェットレースとなったカタルニア GP での10位ただ一度に止まり、シリーズランキング27位に終わった。2 0 1 1 7歳となった翌2001年シーズン、ハスラムは一足飛びに 500cc クラスにステップアップを果たし、 同クラス史上最年少ライダーとなった。シェルアドバンスホンダチームで当初は V2 マシンの NSR500V を第9戦ドイツ GP 以降は V4 の NSR500 を借り、最終戦リオ GP でベストリザルトとなる11位に入ってシリーズランキング19位を記録した。2002-2002年シーズンは 250cc クラスの BQR チームに移籍。 第11戦ポルトガル GP での7位がベストでシリーズランキング18位に終わった。3年間の世界グランプリ参戦は若いハスラムにとって貴重な経験となったが大きな結果は残すことができず2003年シーズンはイギリスの国内選手権に活動の場を戻すことになった。当初はスーパースポーツ選手権でドゥカティ749を買っていたが シーズン途中に解雇となったショーン・エメットの後釜として、ブリティッシュ・スーパーバイク選手権に昇格、ルカテ999を借りシリーズ後半6戦に出場した。シリーズランキングでは、BSS、BSB とも11位となった。またスーパーバイク世界選手権にも、ワイルドカード枠で3戦に出場、アッセンとマニクールでは6位入賞を果たした。2004年、シーズン、 ハッスラムは、レネゲード・ドゥカティチームからハガノリウキのチームメイトとして、スーパーバイク世界選手権に、フル参戦デビューを果たした。開幕から安定して、トップ10圏内でのフィニッシュを続け、第5戦をシャーズ・レーベンのレースにで、初表彰台を獲得、シリーズランキングでは8位を記録し、ルーキー・オブ・ザ・イヤーに輝いた。またブリティッシュ・スーパーバイク選手権にも、同チームからスポットで参戦に出場。 豪雨の中のレースとなったブランズハッチで初優勝を遂げた。これはこの年の選手権でドゥカティゼーにとって唯一の勝利となった。2005-2005年シーズンに向けてレネゲードチームはマシンをホンダに変更、ライダーを一大体制に縮小することとなった。ハスラムは GSE チームに移籍し、ブリティッシュスーパーバイク選手権に戻り初のフルシーズンを戦った。 シリーズランキングは、チームメイトのグレゴリオ・ラビラ、HM ・プラント・ホンダチームの清成隆一、マイケルルターに次ぐ4位となった。2006-2006年も、GSE チームに残留し、ディフェンディングチャンピオンのラビラと共に、ルカティ999を勝った。最終戦の最終レースまでホンダの清成隆一と、チャンピオン争いを展開した結果、シリーズランキング2位となった。また、 シーズン最多ポールポジション賞を獲得し、商品として5万ポンドのアウディコンバーチブルを手に入れた。2007-2007年も同体制を維持、しかしドゥカティは翌シーズンにより、ニューマシンの 1098R の投入を計画していたことから999の開発は、届こうり、HM プラント、ホンダの清成とジョナサン・レイが強さを見せることとなった。清成がシリーズ2連覇。 ハスラムは、ランキング3位に終わった。2008-2008年シーズンに向けて、レギュレーション上戦 98R が選手権に出場できるかどうか、不透明だったため、ハスラムは、ライバルチームの HM プラントホンダへの移籍を選んだ。前年までタイトルを争ったキヨナリとレイは、スーパーバイク世界選手権にステップアップし、チームメイトは鈴木から移籍してきた、軽くラッチローになった。 しかしながら、フルス GSE チームは、結局 1098R で参戦できることとなり、同チームで、ハスラムの後釜となったシェーンバーンが強さを見せて、シーズンを支配した。ハスラムは、シーズン開幕から苦戦が続き、チームメイトのクラッチローの後陣を排することも多く、オールトンパークのレースにでは、トム・サイクスとの接触で、失格処分を受けてしまった。 第8戦ノックヒルでようやくシーズン初優勝を遂げてからは第9戦カドウエルパークでレース1.2ダブルウィンを飾るなど調子を戻したがバーンに追いつくことはかなわずにシリーズ2位に終わったまたこのシーズンハッスラムはワイルドカード枠でスーパーバイク選手権にドニントンパークとポルティマオの2戦出場したドニントンのレース1ではトップ集団のバトルに加わっていた時に 白地に赤のバツの旗が掲示された。SBK では滑りやすい路面に注意の意味なのだが、ハスラムはこれを BSB での意味、セーフティカーがコースインしたと取り違えてしまい、スローダウン、回に沈んでしまった。ポルティマオのレースにでは自身2度目の3位に入ったが、表彰式では主催者の手違いで、ハスラムの上にドイツ国旗が翻ってしまった。さらにこの年、 桜井ホンダチームから鈴鹿8時間対9ロードレースに初出場。亀貝長澄をパートナーに9位で完走を果たした。2009年ドニントン2010年シルバーストン2009-2009年シーズンハスラムは新規参戦のスティッキーホンダチームからスーパーバイク世界選手権にフル参戦復帰を果たした。開幕戦フィリップアイランドのレース2で3位表彰台を 獲得する順調な滑り出しを見せ、第4戦圧戦では、レース1で3位、レース2で2位と連続表彰台を獲得する活躍を見せた。結局この年のシリーズランキングは、ホンダ勢としては2番手、プライベーター勢では圧倒的なトップとなる6位に入った。2014-2010年シーズンは、鈴木ワークスのアルスターチームに移籍し、シルバーニューンに運通りのチームメイトを務めることとなった。 開幕戦、フィリップアイランドでは、自身初のポールポジションを獲得し、レース1では、ドゥカティゼロックスのミッシェル・ハブリツィオを、選手権史上最も僅差となる0.004秒差で下し、SBK 初優勝を遂げた。その後も、第3戦バレンシアのレース1で2勝目、第6戦キャラミのレース2で3勝目を挙げるなど、安定して、表彰台に立ちチャンピオンシップをリードしていたが、 第7戦ミラー、第8戦ミサノと2戦連続で、レース1.2ダブルインを遂げたアプリリアワークスの、マックス・ビアジニ逆転を許してしまう。ハスラムはタイトルを逃さないように、日本の鈴木本社にもっと、サポートを厚くするように求めるメッセージを公に、発した。しかしその後は、勝利を上げることも叶わず、第13戦イモラのレースにで、 エンジンブローによりリタイアしたことでビアジのタイトルが確定。ハスラムはシリーズランキングを2位で終えることとなった。9月27日、ハスラムはアルスター鈴木との2年契約を双方合意の上で途中解約し、チームを1年で去ることが発表された。発表の場でチームマネージャーのフランシス・バッタは鈴木本社のサポートが不十分だったことに不満の弁を述べた。 2011-2010年9月28日、ハスラムは BMW ワークスと2年契約を結び、2011年シーズンを戦うことが発表された。2013-2013年シーズンより、ホンダワークスに移籍、ジョナサン・レイと共に、パタホンダワールドスーパーバイクチームより参戦を開始。レオンには2人の姉妹、エマとゾーイがいる。2009年には、 長年連れ添っていたガールフレンドのオリコとオリビア、ストリンガーと婚約を結んだ。自宅の壁には2002年にスヌーカー世界チャンピオンのピーターへ武ンが使用した Q が飾ってある。趣味は、ポーカー、ポケットビリヤード、ゴルフなど、マンチェスターユナイテッド FC のファン。トレーニングのパートナーは婚約者のオリのほか、F3 ドライバーのリッキー・クリスタデュールー。2009年には、 鈴木スイフトに乗り、マロリ,リーパークで行われたイギリスラリークロス選手権に出場した。2010年にも同選手権にスポット参戦を検討している。ありがとうございます。